過去から今に備えるという点で今日は防災の日しっかりと振り返っていきたいと思います。そして今回今もありますが台風10号、テレビなどでは最強クラスと言われているのもよく目にしましたが、はい、実際はどうなのでしょうか。そうですね、特別警報が発表された時点ありましたね、はい、28日に出ましたけれども、そのタイミングで最強クラスというような言葉が、ね、結構出ておりましたけれども、はい、ここまでの動き10号をもう一度に振り返ってみたいと思います。台風10号、8月の22日午前3時にマリアナ諸島での近海で発生をしました。で今日今時点で発生から10日ぐらい経っておりまして、はい、台風 この発生から消滅までだいたい平均1週間ぐらいですからね、10日経ってるっていうのは結構長い部類に入ってきています。一方台風この辺りでしたね。この辺りにいたタイミングで、特別警報の発表に至ったわけなんですけども、はい、この辺りでですね、935ヘクトパスカルの50メートルぐらいの最大風速がありました。でさらに発達しながら鹿児島県に近づく当時の予想が925ヘクトパスカルで、50メートルで鹿児島付近に近づくということで、台風特別警報が出ました。でこの925ヘクトパスカル、50メートルというくらいになると確かに、ね、最強クラス、伊勢湾台風ですとか、あと第二室戸台風、というような、ね、過去最強クラスの台風の勢力だったんですけども、結果的に屋久島に近づいたタイミングで急激に弱まったんです、ここまで935ぐらいの、あったんですけども、屋久島って結構ね中心付近に2000メートル近い高い山ありましてね、そのすぐそばを通って台風って結構雲の、渦の塊でして、きれいにこの海上を通って摩擦がない時っていうのは、その勢力を維持したり発達するっていうのがあるんですけども、地形の影響を受けてね、このバランスがちょっと崩れてしまうようなことになると、どんどん弱まるっていうこともあるんですね。でおそらくねそういったものが今回影響して結局、上陸したタイミングはここが29日の8時頃でしたね、薩摩川内市付近に955ヘクトパスカルの40メートルで、上陸したと、速報では、解析されています。925ではなくて、幸い955ヘクトパスカルになったということで、史上最強クラスではなかったんですけども、やっぱり大雨被害が、各地で出ております通り、かなり勢力の強い台風だったということは言えそうです。はい、その台風10号について振り返っていきましたが、これまでこう日本が経験してきた台風の中にはもっともっとさらにパワーのある台風があったということですね。そうなんですよ、昭和の三大台風という言葉がありましてね、強烈な台風が過去には何個も来ているんです。例えばそのうちの1個、これはもう相当古いです。90年前、1930年9月21日に上陸しました室戸台風と呼ばれる台風です。その名の通り高知県の室戸岬付近に上陸した台風でして、上陸時中心気圧が 911.6、当時ミリバールって言いましたけども、ミリバールが、水銀柱という単位だったんですけども、今行くと 911.6 ヘクトパスカル、室戸岬で、60メートル以上の風観測してますね。で大阪市でも最大瞬間風速が60メートル、ただね以上になってますこれ、大阪市60メートルまで観測できたんですけれども、あまりの暴風にですね、風速計の横 の鉄塔が倒れてしまいまして、風速計を押しつぶして観測できなくなっちゃったんですよね、なのでもっと吹いていったというふうに見られる、ぐらい強烈な、台風だったんですけども、これが、こういったルートですね、近畿直撃コース、高潮によってで大被害です。あとは強風暴風でも同じく大被害、3000人以上の方が亡くなるような、事例がありましたね。これが一番とにかく気圧としては強烈なやつ、あとはね、これも昭和の三大台風ですね、枕崎台風と呼ばれます。これも上陸地点の名称が取られているんですけども、鹿児島県の枕崎に上陸した台風です。これが上陸時中心気圧 916.1 ヘクトパスカル、猛烈な勢力ですね。今で言ったら超大型で猛烈なぐらいの勢いになっていると思いますけども、これが九州を縦断して
これね、1945年なんです。原爆被災1ヶ月後の、ね、広島を直撃したんですよね、それで実に広島が一番被害を大きくした2000人以上、これも大雨高潮、まあ、それによって大変な被害が出た事例です。で一番強烈だったのがこれですね、1959年、これは今回も特別警報を発表にあたって一つ、ね、引き合いに出された台風です。伊勢湾台風ですね、これは上陸地点ではなくて被害が最も大きかったエリアの名前、エリアの王を名前に入れたというものになります。伊勢湾台風、上陸時中心気圧が 929.2 ヘクトパスカル、まあ、潮岬付近に上陸をした台風なんですけども、伊勢湾付近を、ね、通過したんです。で伊勢湾台風の東側に入りました。でこの伊勢湾付近通った時も、ね、940ヘクトパスカルぐらいだったんですよね。で高潮、被害を発生させまして、これ実に全国の死者5098人、そのうち4600人が、三重県と愛知県で、出たというような、まあ、記録的な猛台風です。全国の家屋被害数も100万世帯以上に及んだんですね、まあ、それぐらい激烈な台風が、まあ、20世紀、まあ、半ばぐらいまでのタイミングでも3つも、まあ、来ていたということになります。当然この死者3000人5000人といった台風が来たような時代と今の日本って治水面とかそういった防災面というのは全く異なっておりますので、はい、同じ規模の台風が来てもここまでの被害になる可能性というのは、ね、だいぶ低くはなっていると思いますけれども、やっぱりね、まあ、過去にはやっぱ強い台風が来ている、ね、うん、10年20年に1回にはやっぱ来ているということになるので、まあ、この後もそういったもう台風が来ることは、まあ、十分想定しておく必要があるかなとは思います。はい、ここまでは過去の台風も振り返りつつ、今回の台風10号がどのようなものだったのかというのも解説をしていただきました。やはり常日頃からの備えが大切だと思いますし、今日も東海エリアなどではその台風10号の影響で雨量がまとまる恐れがあります。この後も随時最新の情報をご確認ください。